ださった。皆さんすごいね、いろいろスピーカーに上がってくださってて、なんかすごく皆さんのお話も聞いてみたいんですけど、多田さんいいですか、ちょっと。全然、もちろんもちろん全然。はい、かずみさんお待たせしました、なんかお話できますか。チェスさんこんにちは。こんにちは、スタイリストね、本当もうこれも今なんかずっとブランディングについて外見の話がつながって、その話ばっかりなんですけど、いかがでしょうか。とても興味深く聞いております。ありがとうございます。もうブランディングもうまさにこう私このアイコンが、はい、まずこう興味を持ってもらうということで、自分自身で自撮りをした写真なんですけども。あ、これそうなんですか。はい、自撮りとは思えないレベルですよね、これ。わ、もうプロの方に褒めていただくと。はい、あのただ私の天秤座気質といいますか、あのカラフルな世界も大好きなんですよ。うんうんうん。はい、ですがそのブランディングをする中でこう13年前に遡るんですが、あの野望スタイルカラーズというふうに決めて、それはあの、まあ、世の中にあふれるそのたくさんの色が大好きだったからなんですね。ただその中でもやっぱりモノトーンも好きな私がいて、色の世界とその無彩色 の, そのモノトーンの世界、どっちも同じぐらいあの天秤座気質なんでしょうね。どっちも同じぐらい好きなんですよね。両方取りたいと。それで両方好きだと。欲張りさんだと。欲張りさんだと。はい。それであの、ま、興味を持っていただくブランディングの中で、モノトーンの方がこうパッと見た感じですね、アイコンもそうなんですけど、興味を引いていただけると私が感じたので、はい、これが、40代の後半、はい、あのちょっと前に撮ったものなんですけども、はい、あの、ね、このアイコンでいこうと。おう、なんか今の話聞いて急にあの思ったんですけど、ただ最後のね、はい、モノトーンが合う方と合わない方っていらっしゃるんですか。はい、あ、そのお顔の色があるじゃないですか、肌色。お肌の色、あの、まあ、特に日本人の方とか黄みがかっていたり赤みがかっていたり、そういったあのお肌の色であの海外の方とまた違うものがあるので、あの似合う色合わない色というのはあるかもしれません。なんか私もあのモノトーン憧れるんですけど、一回自分の写真モノトーンにしたら、あれっていう感じであんまりしっくりこなかったんですよ、ね。例えばね、今の千代さんのやつをモノトーンにしてもちょっとなんかムってなると思いますけど、服装とか。そうですね、だからまず男の人は完全にモノトーンしたら誰でも合うと思うんですよ。おで、女の人だとやっぱこうかっこいい系っていうかね、そうね、うん、いいと思いますけどね、そのあたりはね。あとはその興味を持ってもらった後、その次なんかね、プロフィールとかやっぱりそういうところになるんかなと思いますけどね。あ、じゃあモノトーンするとちょっとかずみさんみたいにちょっとこんなかっこいい系の方がいいっていうことですよね。あとだからね、そのバランスっていうか、モノトーンにするとかっこよくはなるんですけど、敷居はちょっと高くなるじゃないですか。なんかあんまり洗練しすぎるとちょっとこうし、あの敷居高くなって、連絡取りにくいとかなんかそんなあったりするじゃないですか。やっぱこうカラーで笑顔でとかの方がなんか、あ、なんか優しそうだなと思うと問い合わせしやすくなりますけど。お、なるほど。そのあたりはバランスですよね。高橋さん、2種類用意してるんです、最高。そうです。だからそれはね、あの、いろいろね試したらいいと思うんです、僕は。うん、いろいろ何種類かをやって、僕もなんかいろんなあのアイコンを試したりとかしたりするんで、で試して自分の体感で、あ、なんかこっちの方がなんか反応がいいなと思ったら、やっぱりビジネスの方、ビジネスで言うと本当に確率が高い方が、結果が出てる方を選んだ方がいいわけだから、そっちでいいと思いますよね。なんかこうじゃないとダメっていうのは多分ないと思うんですよ、写真さんね。うん、まあ、高さんと私同世代なのであ、そうなんですか。はい、私1970年生まれなんです。あ、
ほんじゃもう、あの、同じグループですよ、はい、はい、同じグループです。もうですから、その時代によっても、その見せ方とか変わってきてるじゃないですか。あ、じゃあもう、ほんじゃ若い子らもワンレンボディコンのバリバリやったから。いえいえいえ、あの、本当に先ほどの千代さんのお話もそうなんですけど、私は逆にその、かっこいいに憧れて、あ、はい、こんな感じなんですね。はいはい、そうなんですね。もともとは、その、最初は違うお仕事をしてアパレルの世界に入ったのが90年代なんですが、その頃あの私はビギという会社に入ったんですね。はい、ビギ、はい、でビギという会社がもう、はい、モード全盛で、あ、はいはいはい、はい、ビギグループなんですけども、モード全盛でかっこいい系のお洋服もバンバン作っていたような、バブリーな時代ですよね。はい、国産のブランドなんですけども、うんうん、その中でも私はあの比較的そのビギというかっこいいブランドの、ブランドイメージのスタッフはやっぱり170ぐらいあるようなちょっとモデル体型のかっこいい方をやっぱりこう選ばれていた中で、私は小柄だったので、なんか可愛い服をやっぱり着てほしいって言われて、うん、まあそうなりますわね、まあね、ふわふわの可愛い服を着せられていたんです、うんうんうん、それはそれで私も可愛いも好きなんですけど、あ、本当はかっこいいが好きなのになって、うん、あ、さっきのやつね、さっきのやつね、ミサを見させていただくとやっぱりクール系がやっぱり似合いますね、うん、ただまあ可愛いの方が似合うと周りの方にやっぱり言われて、そういう格好をしてみれば、まあ、自分でもあ似合うんだなと。そうですね、だから一周回るのいいと思うんですよね、やっぱりそのいくら似合う、ね、周りからいろいろ言われてもやっぱり自分でこうなんか納得しないとダメっていう場合あるじゃないですか。だから一回こう来て、うん、周りからいまいちですねとか言う、あ、一通り言われたらね、一周回ったらうん、まあそうだなっていうふうにね、納得もいくしね、ありがとうございます。はい、はい、いや、モノトーンもいいですね。ね、やっぱりそこはやっぱり。でも本当に、うん、スタイリングをする上で、うん、その方のなりたいファッションを私はだから選んで差し上げるんですね。うん、似合うものも、似合うものも提案するし、うん、その方がかっこいい系も好きだけど、可愛いも好きって言われたらもう、2パターン用意してあげて、うん、その日の気分で選べるのがお洋服ファッションだと思って、そうですね、服はね、うん、うん、ね、楽しめたらいいですよね。そうですね、はい、で両方選んで、まあ、ブランディングに関してはやはり田さんがおっしゃったように、どの方にそういう何を見てもらうかっていうところはやっぱりちょっとそこは意識した方がいいっていうところ。そうですね、あの、うん、はい、私は今自分の中ではそのクールなかっこいい系のモノトーンのブランディングをしていますが、これだからこの世界観があるからこそたまにこうカラフルな服を着ると皆さんがこう、あ、素敵ってやっぱりこう、うんうんうん、普段のモノトーンの世界観と違う自分も映えると言いますか、はい、うん、そういうイメージ、時々こう変えるっていうのもいいですよね。そうそう、だから中さんもたまにこうギャップでかっこいい系、パンとモード系でこう決めると、あ、これもいいってやっぱり思われると思います。さらにファンが増えるとっていう、ね、そう、その日 TPO に合わせてその日の気分でとか、はい、それありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、このアイコン本当素敵です。うん、嬉しいです。はい、いや、総外さん、なんか総外さんね、お話私すごい好きなんですよね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。総外さんといえばお茶っていう、もう本当にこのブランディングというか、ねえ、もう何々といえば一発でわかりますよね。最高ですよね。あ、そうですか。なんか僕多田さんのお話伺いながら、あのメタ認知が大事なんだなっていうのを感じましたよね。うんうんうん、だから自分が、まあ、結局客観的にどう見えるのかって正直あの。なんだろう、客観的って言葉を使ってもあの自分で使う客観に客観はないじゃないですか、うん、あの自分だから例えば僕がいや客観的に今僕のプロフィールを見るとですねって言えないんですよ、自分では。あの言葉ではできるけど本当に客観にはなんなくて、例えば今の
多田さんとか、なんかいろんな方に今日ねお話があったけど、まあ、これどうですかねとか、あと実際に僕のことを知ってたり会ってる人から見たら、いやもっとあなたこういう方がいいんじゃないとか、うん、あのだからこのクラブハウスってあくまでアイコンと言葉と、まあ、このプロフィールだったりはもちろんインスタとかいろんなリンクが貼れるんですけど、なんか自分っていうものをどう、まあ、見せ、だから自分が見せたい自分で見せられてるかっていうのは意外と分かんないもんですよね。分かんないです本当に。まずその見せたい自分がちゃんとあるのかっていうこともあるし、そうですね、うん、ブランディング本当、まあ、先ほども話したようにそのなんとかといえばなんとかさんだよねっていうのはもう本当に思います。あ、そうそう、そうするとお茶、お茶といえばそうだから、そうそうそう、そう言っていただけるとありがたいですね、うん、だから皆さんもだから何だから何者か、例えばまあゆうちゃんとかだったらね、何だろう、大学生といえばゆうちゃん、それでもすごい広いところから選ばれましたよ。クラブ、あのクラブハウスの中でのでいいと思うんですよ。あのクラブハウス内での大学生誰かいるって言ったら、確かに僕ゆうちゃんすぐ出てくるし、クラブハウス内ではあんまり大学生とかお見かけしないですよね。そう、別にゆうちゃんも頑張ってやってるのか楽しんでやってるのかちょっとよくわかんないけど、そうそう、ね、やっぱりこうやっていつもいろんなルームに顔をめちゃくちゃ、だってこれ名刺交換もしゆうちゃんしてたらすげえ名刺溜まってるからね。あ、本当ですか、嬉しそう。そうですよね、なかなかね、いないですよね。そう今の例えはすごくなんか分かり、あの絵に浮かぶような感じで嬉しかったです。名刺交換していたなっていうのは、ね、はい、本当にあれですよ、ゆうちゃん、だから名刺なくてもいい時代ですよ今。そうっすよね、今はね、本当にそうですよね、頭の中にパッてイメージが浮かぶっていうのはね、うん、確かにそうですよね、このこういうプラットフォームがあのデフォルトだからっていうのはありますよね、うん、ブランディングってなんかよく肩書きなんたらなんとかの千代さんみたいなっていうのを私実はすっごい苦手で、今までにあまり納得するような、 なんかそのなかったんですよね、言葉が。だから千代です何かっていうそれは攻めてますね。もう千代です、といえばこの人だねっていう、もうイメージがね、さっき総合さんといえばお茶だっていう、そういうのがすごく大事だなと思ったんですよね、名前から入るっていう、ね、いや、例えば千代さんがもう全然どっかのセミナーとか懇親会で全然知らん人に出会って、はい、あ、何仕事されてるんですかって言われたら何てお答えするんですか、千代さん。そこが本当に苦手だったんです。だから今もすぐ出てこないすぐ出てこないいっぱいあるんで、繊細さんのだ、そうなんですよ。だから僕ほらこの前ルームに出ていただいて、あのアーカイブするとき写真と、まあ、肩書きとかちょっと載せるんですよね、うん、で千代さんって何なんだろうってこう言ったときに、結構そのフェイスブックとかあのクラブハウスとかこう書かれてるところが全部なんか違う、ちょっとずつなんか違ったりするからちょっと迷いました。 どれを選んだんやろうなみたいな。そうなんですよ、そこなんだ、鋭いツッコミが入りました。体験だね、体験。なんかこうクラブハウスも本当にあのこうお話ししていったらなぜか繊細さんすることになってしまったっていうことなんか最初に自分の経験とか話してたんですね、繊細、うんうん、HSP っていうのはっていう、うんうんうん、そしたらすごく集まってくださって、あ、やっぱりこれじゃあクラブ立ち上げようかって、立ち上げたらまたいっぱい来てくださって、じゃあルームしようかと思ったらもう、あ、そういうことなんですね。そうなんですよ。だから繊細さんでどういうお仕事されてるんですかって聞かれたないと思ってメインの仕事はあの HSP に向けて何かあるっていうのは特になくて、本当にマシンに、まあ、それはもちろん分析診断しますけど、うん、でそういうのがやってた、もう流れで全部そうなってるんですよね。うーん、あの多田さんが迷われるのはすごく分かります。うん、だから来たものを全部受け入れてやってしまうとかね。あ、でもそれは素晴らしいですよね、うん、でも本当に自分のこれそれこそ自分のブランディングに今どうなのかなってちょっと考えられる時があるからね。でも本当にその流れのまんま、まあ、例えばメニューにするとかっていうのはすごくいいと思うんですよ、僕もなんか そういうことでメニューになるっていうのが多いんで、
自分を必要としてくれているじゃないですか。うんうんうん、そうですね。この分野で必要としてくれているっていうことはそういうことなのかなって思っちゃったりもしますし、うんうんうん、そうですよ。うん、マツコデラックスさんがその話してる。あ、そうなんですか。はいはいはい。転職っていうのはその、まあ、自分がこれだっていうふうに決めるものもあるかもしれないけど、今の会社の話じゃないけど、人から必要とされるものが結果転職になってくのよって言って、あ、なんかマツコが言うとちょっとそれっぽいじゃないですか。うんうんうん、だからいや、わかんない、皆さんこうどういうふうに生きられてるかわかんないけど、例えば僕とかお茶の先生とかやってるんですね。でお茶の先生とか別にやりたくてあのアートディレクター辞めたわけじゃなくて、あの、うん、本当はまあお茶に関わることが できればなお幸せだなと思ってやってみたけど、まあ、結果やっぱり今、まあ、先生業、まあ、お弟子さんたちもあの何十人もいますけど、なんかそれで、まあ、生活の一つの軸は作っているので、確かに、だから必要とされてる、そう、まあ、まだ分かんないですけどね。だから分かんないですよね、なんか転職って言われてもね、転職は、うん、一つじゃないと思います。その時代もまた、ねうん、形とな、まあ、変わってなるし、そうですよね、うん、そうなんですよ。あの、まあ、転職の話だとすると、そのあ、ちょっとなんか話しすぎかな。あ、全然大丈夫です、どうぞ。急にどうしたんですか。いや、だからまだたくさんいらっしゃるのに、ちょっとここでなんか咳止めして。いや、全然大丈夫です、どうぞ。もう少しだけ、はい。あの、宮本武蔵ってあの剣術の達人じゃないですか。うんうん、はい。で、もう一個何の達人か知ってます皆さん。わかんない。いや、知らないです。書が、書が、書とか絵とか、で、彼のその書が、まあ、絵とかの自分の名前、なんていう風な名前つけたか知ってます。え、わかんないです、なんでしょう。あのね、2つに1番2番の2に、はい、あの点っていう字、二点っていう風に名前つけたんですよ。うんうん、二点だから、要は剣術の際と、その絵の際両方あるよっていう意味ね。二点、うん、彼のあの画号って名前、はい、それで絵を描いてたんだけど、だからよく天は二物を与えないっていう風に言うじゃないですか、才能において、うんうんうん、これだから、まあ、この間妻とも話してて、それどう思うっていう話したら、うちの妻ヨガやってますけど、あの、天は何物でも与えると思うよって普通に答えてます。おー、だからなんて言うんだろうな、なんかこう皆さんいろんなことをやっぱり、転職の話もそうだし、何かのスペシャリストになろうって思うとかいろいろあると思うんだけど、はい、なんか自分でまず、そのまず天は二物を与えないって思った瞬間にやっぱりその思考で動くから、そうなんですよ。天は何物でも与える、分かんないけど、ゆうちゃん大学生だけど、はい、めちゃくちゃ、別にゆうちゃんに限らずだけど、こう、まあ、あんまり知ってる人がゆうちゃんぐらいなんで、あれいじりますが、いやいや、なんか一つじゃないよね、あ、本当に、うん、それはあの、まあ、学生も一緒だろうし、社会人になっても多分、それやっぱりね、学び続けるってことは最低条件として必要だよね、はい、うんうん、そうですね、僕もだからで、学ぶっていうのは何かっていうと、なんか、あれ、なんかセミナーみたいなの始まっちゃいそう。あなんかお茶の先生障害が出てきたから、ちょっとなんかもったいない、もう一回言う、うちの、ちよいちゃんとまた夜ルームやるから、本当ですよね、うん、そうそこで話すかもしれないけど、まあ、一つは、僕は一つだけ言うと、やっぱりね、あの学ぶっていうのは、あの知識とかを自分のものにしておくことを、まあ、みんな多分学習とか勉強って思うかもしれないけど、例えばさ、研究って英語でなんて訳す、ゆうちゃん、研究研究を研究するって、試験問題来ましたね。これね、普通に、まあ、あのスタディなんですよ、はい、研究、僕らほら研究となんか学校で学ぶっていうこともなんか勉強するのもスタディだけど、研究もスタディだから、実は。え、そうなんですね。っていうことは学ぶっていうことは、その研究するっていうことだけど、研究はやっぱり発表がないと研究にならないから、はい、つまりアウトプットもちゃんと成果として出さなきゃいけないっていうことなんですね、うんうんうん、施設でもいいの。僕なんかめちゃくちゃ
ちゃくちゃいろんなこと学べてるのは、まあ、いろんなルームで例えばほらいろんな話を聞いたらそのままコピペして話してるみたいなもんなんで、お茶の教室もそうだ。いいですね、いいですね。浅いけど深い内容が深い内容だから深く聞こえるだけで、あのやってることは浅いっていうか、あのでも子供と一緒ですよ。子供も何かあったらまず真似するからね。今うち3歳だけど、あ、ですね、だからそれでいいのよ、それでいいのよっていうか、まずそれがまずできるかっていうのはまず最初の一歩かなって思って、うん、あのなんか別にゆうちゃんに話してるわけでもないけどなんかそんな、はい、ちょっとこの辺で黙っておきますね。子供の話が出たんですけど、今日夜されるんですよね、ブーム。で18時半からなんですけど、なんか リップカールさんね、いやご深いルームなりそうですね。なぜか私も入れられていたという。いやあれ剛さんいてよかったです。僕だってリップさんと昨日おとといなんか話したじゃん。でなんか話してすごい、あ、もうすごい素晴らしい方だなって思って、はい、なんか教育のお話を伺って、そしたらなんかルーム作ったんだけど来れるって言われて、はい、行ってみて行けますって言ったら本当にルームが作られてて、なんかほとんどそんな話ないですよ。この間ルームでお話したぐらいでいきなりこうなんか最初2人だったんだけど、多分千代さんも入れてくださってからよかったって思って、私も話聞いてなくて、あのとりあえず入れたからって言われて、あの、はい、そんなんですよね、ノリですね、ノリ。時差なんだ、オーストラリアはプラス1時間1時間ぐらいですね。ね、そのオーストラリアと、はい、日本をつないでなんか話すんでしょうきっと。戸貝さんのその辺のお話また今日18時半から聞けるということで、私も行かせていただきます、ね。まあ、なるべくあのお茶の話をしないようにしてみようかなと思って。お茶の話をするとどうなるんでしたっけ。え、なになに、お茶の話をするとどうなるんでしたっけ。あ、お茶の話を、総外先生出てきちゃうんでね。あとお茶するって言ってなかったし、お茶それだったか、ふりそうお茶お茶しちゃう、お茶お茶しちゃうから嫌だって。お茶お茶ブランディングですね、それはね。そうですね。でもなんか多田さんのありがたい話の後にこんな、いや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 、これが交流ですからね、やっぱりクラブハウスの面白いところ。交流では交流言っちゃった。でもこうどんなことを話されても、あのお茶の総外さんっていう風になっていく、なんか美しいブランディングっていうのも。そうなんです。そうですよね、それがブランディングですよね。そうですね、うん、ここなんですよ、もうあるね言葉、あ、それはあるね。でもそういう風に言ったら、ここの人方々皆さん全員皆さんね、あると、ブラディングできてるんだ。あ、もうちょっと、じゃあ、あのオレオさんの話聞いてみようかな。オレオじゃねえよ、クッキーじゃねえよ。人間だよ、おかしいね。もう一回若尾さん一回ミュートして、別の振り多田さんにしてもらおうか。どういうことですか。わかめ。あ、そうか。あ、千代さんが言った通り、多田さん、あの発音していただければ大丈夫で。あ、千代さんの、え、真似をすればいいですか。わかめさん。わかめさん。わかめさん、どうですか。わかめじゃねえよ。カツオの妹じゃねえよ。あ、存じ上げなくてすいません。ノリに乗れておらず、すいません。いやいや、大丈夫です。今、無理やりすぎますよ、これ、千代さん。大丈夫です。いや、ありがとうございます。はい、あ、いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。そこね、この辺とか、めちゃくちゃお話とか、ね、どうですか、そうですね、私、まあ、もともとですね、あの、マーケティングが専門だったんで、まあ、企業のブランディングだとか、商品とかサービスのブランディングはやってきたんですよね。で、今は、起業家の方の応援をしていて、うん、まあ、起業家の方のブランディングのお手伝いをしたりしています。うんうん、で、私が、まあ、思うのは、それこそ中小企業の特に社長だとか、あの、個人事業主の方であれば、特になおさらだし、まあ、大企業の社長さんでもそうですけど、まあ、最近はその、ね、トップの顔が見えないと、なかなかね、
あのビジネス自体が成功できないし、あの企業が、まあ、うまくいかないっていう時代になってきてるのかなと思いますし、で特にあの、まあ、小さい会社あるいはその個人事業主の場合はますますそうで、まあ、それが全てと言ってもいいと思うんですよね。で私が思うにはやはりその人その人で100人は100人違う人生があるわけで、まあ、その人の生まれてから今までのその人生ストーリーっていうのがすごい大事だと思っていて、本当そうです、うん、それからね先ほどの話に出てますけど、それ人それぞれでやっぱりあの強みもあれば弱みもあるんですよね。良、かったことだけじゃなくて、まあ、いろんな大変な思いをしたり、ね、あの辛い思いをしたり逆境を乗り越えてきたりしてるわけで、あのみんなそれを分かってるわけじゃないですか、はい、だからあんまりいいことだけ言っても絶対伝わらないんですよね。だって前本当本当かよってね、そんなさ綺麗事じゃないだろうってなっちゃうので、やっぱりその弱い部分は弱いんですよね。例えば、今日もねあの繊細サワーギフトって書いてあるし、そういうことってあのそれも大事なことだと思うんですよね。誰だってやっぱり弱い部分はあるわけじゃないですか。誰だってそういうあの得意なこともあれば苦手なこともある、好きなこともあれば嫌いなこともある。だからそういった意味であのそういうことをあえて出していくってすごい大事だと思うし、自分のそういう、まあ何ですかね、自然体を伝えるというか等身大の自分を見せるってことが大事で、で、まあ、それがあの結果的に嘘のない自分ってことになるし、まあ、それが、まあ、ブランディングの根本だと思うんですよね。特になおさら最近特に今風の時代って言われてますけど、まあ、そういった意味でその、まあ、なかなかねそういった特にクラブハウスなんか分かりやすいですよね。あの言葉だけなんだけどそれによって声だとか話し方とかいうことによってその人の性格だとか考え方とか価値観とか伝わるから、まあ、表面面のその言葉とか写真ではなかなか通用しない時代になってきてる。表面面の写真あ、まあ別にあえて言わないけどあの、ま、あのそういう場合もあるじゃないですか、場合他の SNS の場合であれば、あるある、本当に毎日フレンチ食べてるのかなとかね、そういう人いるじゃないですか。こんなこと言うと思うなんか敵ができそうで申し訳ないですけど、リア充でしょ。そうリア充自慢してる人いるじゃないですか、だけどそういうことってみんな共感しませんよね今の時代ね。そうですよね、やっぱりその、まあ、企業もそうだけど個人もそうだけど、まあ、いろんなその面があってそれがライフスタイルを伝えられたりとか、まあ、その人のやっぱり自身のやっぱりその味というかね、まあ、それを伝えられることがやっぱり僕は今の時代のブランディングなのかなと思うんですよね。今なんか総外さんからも飛行機飛んできてあ、そうなんです。嘘のないブランディング、若尾さんいいことを言うわえって言ってる。ありがとうございます。あのね、総会さん総会さんってねもうねあのがっちりねあの、まあ、やってらっしゃることも分かりやすいし、そうですね、あのねこういうクラブハウスでもねあのいつもこういうルームで素晴らしいことをおっしゃってるので、もうねあの確立してると思うんですよね。総会さんは何を言っても多分大丈夫と思うんですよ。例えばそのあの多少脱線したこと言ったとしても、あのちょっと例えばエッチなこと言ったとしても、どうぞどうぞ、総会さんどうぞ、総会さんだし、まあ、総会さんのブランドイメージ気づかないと思うんですよ。そうですね、なんかあの例えば本当にいい綺麗なものだけ見せていたら、まあ、芸能人もいるじゃないですか。はい、本当にそのだけどそれでちょっとしたことがあるとめちゃめちゃ叩かれるじゃないですか。それでちゃんとしたブランディングができてないってことだと思うんですよね。もう全部最初から あればですよね。そうだって何かスキャンダルがあって本めっちゃ叩かれて出てこれない人と、まあ、ちょっと休んですぐ出てこれる人いるじゃないですか、あれ不思議ですよね。本当にね、本当そうです、ね、めちゃめちゃその差って大きいんですよね。やっぱ特に今人間力が大事だし、それをちゃんときちんと伝えられるかどうかっていうのが僕ブランディングだと思いますね。うわ素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。そんなプレこと言っていただいて光栄です。わかめさんありがとうございました。わかめじゃないけどね、わかおですけど、ありがとうございます。言えなかったんだ。わかおさん見かけた時はそれを言えばいいっていうことですね。違う、お約束でもルールでもマニュアルでもないですからね。覚えました、覚えました。いや光栄ですけど、まあそんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ねえ、お父様ありがとう。ありがとう。お父さんが素敵です。アイコン変えました。変えたんですね。はい、若尾さんが褒めていただいたので。あ、いいですね。本当に。
あのそっちのカラフルなのも使い分けてます。いや、いいと思います。はい、いや本当若尾さんがおっしゃったように嘘のないブランディング、ストーリー性とかご自身が生きてこられた経験とか、それが、まあ、とっても辛いことであったとしても、あの人の役に立ちますし、なんか私は今までそれ隠してたんですよね。恥ずかしいと思って自分の、まあ、結構幼少時に嫌な思いがあったり自分の環境にコンプレックスがあったので、うん、ずっと隠してたんですけど、それをね全部出すことによってあのもっと話が深くなったり、うん、なんか人間力っておっしゃったじゃないですか、うん、もうそこ人間力、自分のそういうあの全てをきちんと出し切るっていうのはとってもねブランディングの内ですごい大事だなと本当思います、うん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 、でも興味深いですよね。その毎日フレンチとかじゃあ食べてるっていう、例えばインスタを作る、その世界観自体は作られたものなんだけど、あんまり作りすぎると、まあ、自分要は無理し、例えば加納姉妹がそれやってたら全然いいじゃないですか、うん、いいじゃん、なんかいいんだけど、なんかその人と今の人間力だったりその等身大性みたいな部分がすごく大事なんだろうなっていうのは、だから全く作らないわけじゃないっていうか、作るじゃないのかなブランディングって。そしたらなんかどういうことなんですかね、ブランディングってなんか、うん、なんかこう作るっていうか、こう見せるように作るっていうことがブランディングなのか、もしくはでもなんかそこがなんか本質じゃないのかなって今話聞きながら思いました。うん、そうですね、よくブランディングとはみたいなところっていろんなルームとかでも、ね、話題になってるじゃないですか。で、人によって結構その、ことブランディングに関しては いろんな方向から飛んでくるんですよね。で、なんか結局、ようわからんな、みたいな感じになってることが多いぐらい、多分そのブランディングということが、まあ難しいんかなとは思うんですけど、で、僕はどのように、まあ、考えてるかっていうと、あの、僕はね個性やなと思ってるんですよね。大きく分けると個性だなと。でも個性っていっぱい普通にもあるから、ブランディングっていうのはその信用面を踏まえた個性やなと思うんですよね。で、うん、個性ってやっぱり人によって違うし会社によっても違うし、まずその理念があったりするから、それが要は形になって広げるものっていうことやと思うんですね。まあだからブランドのING がブランディングじゃないですか、はい、そもそもブランドというものが信用面のある個性を要は打ち出していくことですよということだと思うんですね。僕らとかやったデザイナーなんで、やっぱりそのアップルのね、そのまあ iPhone であったり MacBook とかやっぱり好きなんですよね、やっぱり。でもうアップル信者なんかになると、まあもうすぐ9月ですから新しい iPhone13 が発表されるなってなったら、もうどんなデザインか分かれへんのにもう買うって決めてたりするんですよね。だからこれがもうアップルの商品やからっていう信用があるわけじゃないですか。だからこういう風に自分がなればいいっていうかね、分かりやすく考えると。ね、本当そうですね、うん、だからあとやっぱり背伸びをねある程度しなければいけないとは思うんですけど、バランスやと思うんですね、やっぱり。うん、それが全然背伸びしすぎてもう全然違うところにね、かけ離れたところに行っちゃうと、そこがもうやっぱりその周りから見てても、いやな全然違いますよねって、こうそういうのが伝わるから、まあちょっと背伸びするぐらいはいいかなと思うんですよね。なりたい自分にこうなろうとする意識というか、うんうんうん、なるほど。いやなんかここのブランディングやっぱちょっと、いやいろんなルームでこうお話しされてるってことはやっぱりなかなか難しいっていうか、いいテーマっていうか。そうですよね、なかなかみんなね。そうですね、まあそれは正解とかっていうのはないっていうか、うん、はい、まあそうやなと思ったらそれがその人のなんか腑に落ちたブランディング論なんかなっていうね。うん、そうですね。でちょっとニノさんね、ずっと待ってくださってるのお話できそうですかね。なんか素敵なアイコン。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます、あげていただいて。ます、はい。私もすごくブランディングに、まあ、興味があるっていうか、あの自分 あのブランドを立ち上げて、あの今活動をしてるんですけど、あのそのブラン自分のブランドっていうのは、例えばなんですけど、あのまあ、もちろん物もあるんですけど、私は今あのハンドメイドアクセサリーとあのジュエリーデザイナーをやらせていただいてるんですけど、あの
私がメインモデルとして、なので私はインスタグラムのプラットフォームを立ち上げてから物を商品を出したっていう形でちょっとブランディング的な、はい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 、はい、させていただいたんです、ありがとうございます、うん、でもその結構皆さんと同じようなブランディングではなく、なんか変わってやり方がやりたいなってすごい思いまして、はい、です。はい。で、その、あの、ハンドメイドアクセサリーとかやっているか、あの、方とかもすごいいると思うんですけど、なんでちょっとやっぱ差別化をしたかったので、私は実はサイトも作っていなく、投稿も一切してないんですよね。おはい、なので、私は毎日、あの、インスタグラムのストーリー内、今は私は今 4.8 万人の方にフォローしていただいているんですけど、素晴らしい。なのでまあ大体その必ずはそのまあ 10% から 20% の人がやっぱ毎日ストーリーとか見てくださるので、あの毎日例えばなんですけど、お客さんの注文とか私がちょっとモデルしてるあのピアスとかをあのアップしたりデザインをアップしたりしていまして、でハイライト、インスタグラムのハイライトのところだけ今までの注文とか今までのこういうデザインを作ってきましたっていうところをちょこっとだけ載せてるだけで、なんか誰かに逆ブランディングだねって言われたことがあるんですけど、あはい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 、なので逆にすごいめちゃめちゃいろんなところでアピールするんではなく、あのストーリー、インスタグラムのストーリーだけにアップしているから、なんかちょっと特別感っていうか毎日なんか楽しみ、皆様がなんか楽しみに見てくれるような感じのなんか風にブランディングを始めて、今年の1月からこのあのピアスブランドを始めたんですけど、で、あの、ま、おかげさまでクラブハウスとかのいろいろのつながりで、あの、丸井さんとのご契約で、出店も6月に終わりましたし、次は10月と12月にやらせていただくので、定期的にはできてる。あの、そんなに逆にブランディングめちゃめちゃしないといけないとか、すごい、ものすごくアピールしないといけないっていう方がすごい多いと思うんですけど、ちょっとなんかそのなんて言えばいいんですかね、あの逆にそこまでしなくても、ていうかなんかちょっとやらない方が、例えばなんですけど、あの何かのイベントに行きます、でイベントの告知をすごいあるじゃないですか、でそこであの例えばスマホ禁止にしたら中わかんないじゃないですか、皆さん、そうですね、そりゃそうですね、今の時代。逆にどういうイベントになってるんだろうって、やっぱすごい気になる方がすごい多分多いと思うので、なんか逆に分からない方がちょっともっと興味持つことなのかなって私は思って、あのこういうブランディングを始めたんですけど、やっぱいろんな人からいろんな意見を聞いたり、やっぱりいろんな方やっぱりそういう、まあ、いろいろご経験あったりとかいろいろお話しした方がもっともっとさらにいい方法とかも出てくるかなって思いまして、こうやってすいませんちょっと上がらせていただいたんですけど、はい、でもなんかとても貴重なシェアですよね。なんかのブランディングでみんな考えちゃうんですけども、多分そこの中になんかそのあんまりこう全出ししないっていうちょっとチラ見せのエロス的な感じじゃないんですけど、チラ見せリズムっていうのはやっぱりちょっとそこもなんか引きつけられる魅力なんじゃないかなと思うんですね。でこう何をやってるんだろう、どういうことなんだろうって気になるっていうところから、じゃあこういうことですよって言って、どっと今までの信頼感であったり、そのインスタを見てくださった皆さんのね世界観が好きな方が、それ何ってどって来られるっていうね、あれなのかなと思ったんですけども、いかがでしょうかね、多田さん。ね、その、まあ、その今のその逆ブランディングっていうか、まあその手法はねいろいろあって、まあ、それ成功してればいいと思うんですよね、僕は。で特にやっぱりパッと見てアイコンもねすごく目立つし、絶対そのニーナさんの場合まず押されて、で絶対拡大のところまで 100% いくと思うんですよ、なんか、ね、
もう絶対みんな行ってると思うんです。拡大のとこまで行って、インスタみたいな行ってると。インスタ見てね。もうそれはね、まずね、ブランディングのもう第一関門からすると、もうそれはそこまで行ったらもう興味を持ってもらって引きつけるっていうか。なるほどね。うん。で、その、写真もね、今、ニーナさんがバーッと出られてるんで、やっぱりそういうの自分で分かってはるっていうか、ね。ニーナさんのこの第一関門のアイコンがまず合ってなかったら見ようと思わないってとこですよね。これ絶対押しますもんね、ニーナさん。行って拡大しますからね、まずその時点で作戦はもう成功ということでね。そう、第一関門も絶対なんかそのね、興味のないアイコンであれば、まあ、そこまで押そうとかなかなかお話聞くまではちょっとこう見ようと思わないっていうところなんでしょうかね。やっぱ大事、うん、でやり方もね、やっぱり そこに絞ってて、まあ絞るとやっぱハードルはめちゃくちゃ上がるんですけど、そこ取れたらでかいっていうか、それがこううまくね、いかれてるんだと思うんですよね。うん、素晴らしいと思います。うん、でもそこね、すごくなんか勉強になりました、そちらもね。いや、もう全然、うん、私はすごい意外なんですけど、すごい全然身長がないんですよね。で結構なんか背の高い人って結構思われたり、なんかね、イメージからするとね、はい、確かになんか写真を撮ってるので、このような写真を撮ってるので、なんかモデルっぽい体型なのかなとかやっぱ勝手に思われちゃうんですけど、うん、それはもう逆にもうそれを強みとして、私のインスタグラムの写真とかも結構見ますと、あんまり体型を見せてないんですよね、うんうん、なので私の顔をメインとして、うん、ブランディングをしてるので、こうなんかもう想像力を持たせって言えばいいんですかね。もう強みは十分に生かされてますよね。ありがとうございます。なのでそういった ありがとうございます。なんでそういった感じで、なんか自分の、まあ、正直すごい身長はコンプレックスなんですけど、でもそういうところではなく、もう思いっきり自分がここだったらいけるなって思うところを使ってブランディングをしてるのかなって自分で勝手に思ってたので、うん、それをプロから見たらどうなのかなって思いまして、すいません。いや、これはね、やっぱりそのブランディングもそのやり方も別にこれ正解っていうのは多分ないと思うんですよね。で、やっぱりビジネスはやっぱりこう結果が出たらやっぱりそれが全てなんで、結果が出てたらやっぱりそれはもう成功と呼んでいいんじゃないかと。で、もっと違うやり方もあると思うしね。で、まあこれをやりたいと思ったらそれを試したらいいしっていうことなんですよ。だからいろんなやり方をね、やってみるっていうのがいいと思いますよね。そうですよね、うん、なのでずっとなんか同じ感じのブランディングも続けられないって思いますので、やっぱりもう SNS も変化していますし、なんか例えばそういうその時のトレンドとかも結構変わってくるので。そうなんですよね。今はこういう感じで、まあ、ちょっと逆ブランディングプラス、まあ、自分の顔メインでやってるんですけど、次のステップが必要やなってっていうのがすごい思うので、そういった感じではなんか次の段階に、まあ、やっぱりいろんなことを試すことが大事かなと思いまして、うん、例えばいろんな SNS を試したりとかも大事なのかなって思うんですけど、そうですね、やっぱりすごい自分の中でフィット感があるものとかやっぱあるので、うん、やっぱ全ての SNS になんか中途半端でやるよりかは、集中的に私は、まあ、インスタグラムが一番しっくりくるので、インスタグラムで活動を今頑張ってるんですけど、やっぱ他のやってもちょっと違うなって思うんですけど、またもうちょっと時間が経ったらまたその SNS にも挑戦してもいいのかなっていう思うんですけど、うんうん、使い分けもいいですよね、うんうん、Facebook は本当にプライベートでなんか生活なんだ、つながりたい方とつながってて、インスタは頑張って、クラブハウスは楽しむとか、いろいろまあ使い分け、ね、されてもね、SNS もやっぱり時代によって変わっていったりするじゃないですか。そうですね、もうその通りなんですよ。僕はなんかそのバランスっていうか、それがなんか大事だなと思ってるのは、バランスが一番私も本当にとても大事と思います。基本と応用っていうか、僕が分けてるのはね、基本9で応用1みたいな、なんかその自分なりの黄金比があるんですよ。なんかで基本っていうのは、はい、例えば仕組みであったりとか、人によって変わらない本質とか、やっぱりまずそのやるべきことみたいなことが9割で、で、その後の1割の応用っていうのは、例えば人の好みだったり、で、時代の流れって変わっていくじゃないですか。
だから9割は変えずに、本質部分は変えずに、あとの1割を時代に合わせたりとか好みに合わせたりとかっていう風にするのがなんかバランスがいいんじゃないかなと思うんですね。だからこれが逆転して流行りを 90% みたいにしてしまうと、その流行りが終わったらもう全部終わっちゃうんで、そうですよね、はい。だから長く居続けるよと思うと、やっぱりその基本部分はやっぱりきっちりと9割ぐらい置いといて、そこは自分のその信念とか変えずに、で後の1割を調整するっていうのがいいんじゃないかなと思うんですね。はい、ありがとうございます。すごいなんかあの分かりやすいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、なんか自分観点からのシェアね、とても貴重でしたね。ありがとうございます。長い間ありがとうございました。いい、こちらこそありがとうございます。いや素晴らしいですね。ね、皆さんね、ね、暑いっすね、皆さんね、暑い、すごい、このテーマ暑いかもしれないですね。久保木さんですかね。はい、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。とても勉強になりました。ありがとうございます。はい。あの、お話にあったようにですね、私はとても共感、さださんの話にしまして、その、さっきお話しされたと思うんですけど、こう、写真をこう、まあ、こう、被写体の人、まあ、いわゆる自分がこう選ぶっていうのももちろん必要なことなんですけど、まあ、かつ商売とかビジネスにおいては、相手、いわゆるお客さんの視線というか目線、に立って、まあ、選んだ方がいいっていう、まあ、あのお話あったかと思うんですけど、はい、とてもやっぱりそこは共感できるなと思いまして、こういう商売とか、はい、ビジネスって、まあ、お客さんがあってのことなので、よくあの、まあ、価値の提供にはなると思うんですが、価値を考えるときに、こうよくいい点とか自分のいい点とか強みとかっていうところにこう結構重点置かれることが多いと思うんですけど、もちろんそれは必要なことなんですが、やっぱり相手があることなので、じゃあその強みがお客さんにとって価値があるのかっていうところがとても重要だなと思ってまして、やっぱりお客さんからとっての、お客さんから見てのやっぱり価値ですから、こう強みね、こうとらわれがちになりそうにやっぱなるんですけど、どうしても、あ、そこはやっぱりお客さん目線、まあ、相手にフォーカスっていうところでこう考えられると、まあ、写真もそうだし、ブランディングもそうだし、はい、さっきね、あの、ワカメさんがおっしゃったような、あの、あ、すいません、あ、ワカオさんですね、はい。あの、こう逆にね、あの、いい点、ワカメじゃないよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、やっぱりこう、いい点っていうよりもね、こう、あえて逆に、こう、マイナスな部分を見せるっていうのは、やっぱりこれ、お客さんにとっては、そこが、それが価値だったりする。うん、っていうのもありますんでね、うん、常にやっぱり、はい、お客さんにとっての自分の価値って何なんだろうっていうのをこう、見ると、まあ、私も試行錯誤してるんですけれども、まあ、そういったことをこう常に私もこう日々考えてるもんで、とても佐田さんの、はい、あのお話は共感いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。久保木さん、今インスタ行ったんですけど、うん、めちゃかっこいいですね、この筋肉。ありがとうございます。最近ちょっとサボってましてですね。これはもう完全に何ブランディングっていうんでしょう、これは。そうだ。そうですね、私はやっぱりトレーニングコーチ、筋力のトレーニングコーチやってるもので。ね、自分の体が実績みたいなもんですもんね。そうですね。え、でもこのファーストステップのこのアイコンから全然想像できなかったんですけど。あ、そうですか。はい、そうですね、まあ、ちょっとずつ変わってきてるっていうのもありますね。さっき、まあ、インスタサボってるっていうのもあったんですけど、今はどちらかというとやっぱり健康、あ、ちょっとナチュラル思考に、はい、あ、やっぱりライフタイムバリューを考えてですね、私は、まあ、あの季節の、まあ、あの季節の健康対策をベースに回復力を高めるというトレーニングを、うん、まあ、あのパーソナルでいわゆる101ですね、マンツーマンでやってるんですけども、うん、はい、あ、それやっぱり徐々にやっぱり少しずつやっぱり変わっ、軸はまあブレたりなしかトレーニングという部分はありますので、うんうん、はい、ただこうお客さんにとってのやっぱ価値っていうのをどん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 考えて、最初やっぱりこのインスタのとようにですね、やっぱりこう見せ方というか、うんうん、そっちをこう、まあ、あの押してた時もあったんですけども、うん、はあ、今はどちらかというとやっぱり健康面、まあ、体調管理であったりだとか、はい、はい、なんかあの、それはトレーニングを通じてですね、
はい、え、かっちゃんのその全国出版オーディションにされてるんですね。あ、はい、そうなんですね。この間もそうなんですよね。はい、セミナー受けましてですね。じゃあ、はい、本も出される予定という感じなんですね。チャンスがあればで、そうですね。うん、すごい。まあ、まあ、まずね、いろいろこう企画書だとか今回、うん、書くにあたってこうやっぱりさっきも言った通りこう、ね、自分の価値っていうのをこう掘り起こす、うんうん、まあ、それもいい機会でもありますし、また新たにですね、うん、出版、うん、その企画書を出すにあたって掘り、はい、自分を掘り下げるっていうのもそう、やっていく作業になりますんで、自分を掘り下げるっていうのはとっても大事ですよね。そうですね、うん、反面さっきねお話皆さんからあったように難しいんですよね、自分って、うん、難しいですよね、分からない、そうなんですよ、自分のことって分からないんで、そうなんですよね。いや、これなんかすごいテーマですよね。本当に田さんのお話の勉強になりました。皆さんお話も聞こえてですね、壮大すぎてどこに着地するか分からへんっていう可能性ありますけどね。そう、分かれへん分かれへん。しらすさんも関西なんですよね。関西なんですよ。あんまりそう、あんまり出てないですよね。ね、関西弁は出ないんですけど、時々出ます。知らんけどって出てます。知らんけど。いや、今日繊細さが一つもない会になってるけど大丈夫なんでしょうか。いえ、こちらがあれなんですけど大丈夫でしょうかというね。大丈夫。まあ繊細さん。で、SSP の方結構ね、私のルーム来てくださって本当ありがとうございます。まあ繊細さんの方々は本当に多彩な方が多くて、まあ、振り幅が大きい。そうですよね。そうですよね。で、そうなんですよ。なのでまあいろんな強みを持っているからこそ、まあ、迷われたりする方も多いんですよね。僕一応あれなんですよ。なんか繊細さんの50問ぐらいあるテストあるじゃないですか。はい。あれやったことあるんですよ、一応。はい、どうなんかなと思ってやったら中ぐらいの繊細さんでした。ああ、そうなんですね。めっちゃ繊細じゃないんやけども、うん、中ぐらいのもうかもなく不可もなくの、うん、繊細さんみたいなバランスですね。ね、繊細は皆さん持ってますので、なんかその幅が大きいかどうかっていうところで、生きづらさであったりいろんなことを思われる方が多いんですよね。うん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 。知らなかったんですけども、この HSP っていう方々がいるっていうのを分かって、自分もそうだって分かった時にすごく楽になったんですよ。そこですよね、一番はね。そう、だから別になんか振り分けるとか、まあ、分類いろいろありますけど、うん、そこはあくまでも自分を知るための、まあ、一つの、まあ、ヒントであって、うんうんうん、別にどうっていうふうに分けたからどうっていう感じに私はあんまり話したくないんですが、まあ、知ることによってご自身が楽になったり、うんうん、いろいろ対策法であったりなんかこう、うん、まあ、生きるその生活面でどういくかっていうね、まあ、そちらですよね、伝えたいのは、ね、多くの人が認知されるというだけでも、うん、まあメリットありますからね、やっぱり。そうですね、うん、でただ一つね、なんか繊細、自分が繊細って分かった時により繊細になっていくのはちょっと困るので、そこですよね。そこもバランスっていうことですよね。そうなんですよ、うんうん、振り幅が結構大きい方々なので、この、うん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 、本当にいろんなことで生きづらさを感じたりするんですが、うん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 、まあこうたくさんのことね、いろんなことが気づく方々が多くて、あ、はいはいはい、そうなんですよね。優しい方であったり共感力が高かったり深掘り分析力が高かったり芸術方面ですごくね活躍されている方が多いので、うんうんうん、そこはヒットの一つとしてね受け取っていただいたよね、うんうんうん、そうですね。そうなんで、コラボさせていただいてるのはより多くの皆さんにね知っていただきたいなと思って、はい、であんまり今日話出なかったんですけどまあとてもブランディングに関してね皆さん興味持っていただいてるので、はい、いやすごいな、まだまだ深いなと思いますね。あとブランディングってやはりね、ご自身が例えば人生の中で生きてこられたそのストーリーであったり言葉でもたくさん皆さんねシェアしてくださった人間力であったり経験も皆さんそれぞれなので、やっぱりブランディングはもう本当にもうこれこそ十人十色だなと思うんですね。うんうんうん、だからまあ、そこのヒントとして多田さんからはやっぱり自分
のこだわりとかもあるんだけども、そこを一回置いといて素直に第三者のプロの方のなんかお話を受け入れるっていうのもとっても大事ってねおっしゃってくださったと思うんですけど、だって私も経験上そうだなと思います、うんうんうん、自分のことってあの分かりにくいんだなって思いますね。ね、それがまあ当たり前っていうふうにね、うん、認識した方がいいと思うんですよね。そうですね、うんうん、そのことね鏡でしか見たことないんでね、一回ね本当にこう立体的に見てみたいんですよね。まずね一番はまあ写真って平面なんでビデオ撮ったらめっちゃ分かりますよ、うん、あーそうか。ビデオ撮るのって大概みんな嫌がるんですけど、特にその人前でお話をされる講師の方とか、まあ、絶対ビデオ撮った方がいいですね。あ、確かにそうですね。あの動画配信とか、うんうん、自分の普段のわからない癖って出ますよね。いやし、自分見るの嫌じゃないですか、大概ね。そうですね。で、私ってこんなんですかとかってよく言われるんですけど、周りはそうですよみたいな普通のね普通の感じなんですけど、本人だけがいえこんな恥ずかしいですみたいな感じになるんですけど。ああ、なるほど、うん、まあ、それがいつも見られている姿だよってことですよ。そうですよねっていう話それですけどみたいなね。うん、なるほどね。そう、あとはあのさっき千代さんが言われた鏡、自分見るのって鏡しかないじゃないですか。はい。でね、その時にね一つだけちょっと覚えておいてほしいのは、お、自分を見る時の自分の顔ってね、自分がまあ見とるわけじゃないですか、鏡の向こうで目合ってるわけですよね。その時ってね無意識にめっちゃいい、一番いい顔してるんですよ。そうなんですね。やっぱ自分が見てるから、で、あのいい顔を絶対して見てるんですよね。でだから結構表情的にはマックスの顔を見てるんですよ。ああ、なるほど。ってことは、ってことはですよ、でも写真もなんか自撮りの時の方が良かったりします。自撮りの時もええ顔するじゃないですか、うん、はい、写真撮る時って集中してるから、はい、でも、はい、ずっと四六時中24時間顔は集中してるっていうことは無理じゃないですか。はい。その状態を周りが見てるんで、うん、だから自分の表情も普段の表情ってどっちかというと気抜いてる時もあればぼーっとしてる時もあるじゃないですか。それも含めて自分なんですけど、その自分はまず知らないですよね。自分の表情すら知らないですよ。はい。だから映像とか見た時に、私こんなんちゃうとか言われるんですけど、いや、そうですよ、あなたです、みたいな感じになるんですね。なるほど。うんうんうん。それも、ちょっとこう、意識しておくといいですよね。あ、そうですね。いや、めっちゃ、あの、気抜いたりするときあります。気抜きますよね。そんなずっと目力入れてるとか、そんなんないじゃないですか、そのね。なんかいろんなお話が出ましたね今日。なんか出ましたか。 まとめるの大変です。まとめるの大変。さあどうぞ。ふたばちゃんずっといてくださったんですけどもありがとうございました。お話できるかな。いや、できない。どうかね、あのかっちゃんもいてくださってありがとうございます。ゆうちゃん、はい、どうぞ。なんかね、ちょっと感想なんですけど、お願いします。あの、例えばさっきあのニーナさんが、あの、私ちょっと背が低いんですよねっておっしゃったと思うんですけど、うん、あの、一般的にこう、ニーナさんみたいにこうマニッシュな方ってやっぱ背が高いイメージってあると思うんです。世間一般のイメージですよね、うん、で、そういうものをこう外してくれる、あの、あー、ニーナさん背が低いんだみたいな、ちょっとみんながハッてするような、うん、あのことですよね。だから、そういう方たちの、まあ、ニーナさんみたいなセルフブランディングで、大勢の人たちのこうそういうちょっとハッとするような、あのセルフブランディングが集まって、こう世の中のこううねりを、あの、変えていったのかなって。今まで時代ってそうやって移り変わっていったのかなって感じて、あのセルフブランディングってそれぐらい大事なことなんだなってちょっと今日思いました。時代を変えるっていう意味も含まれてるのかなと思って。なかなか壮大になりました。なんかね、ちょっとそのニーナさんの一言で貼ってちょっと思ったんですけど、素晴らしい。この気づきは大学生で素晴らしいですよ。嬉しいです。本当に、うん、皆さん仲良しになりましょう。仲良くしてください。 SC もらったよ。なのでインスタの方でフォローしましたので、また、はい、素晴らしい交流が、ね、なんかあのニナさん、僕あの最初ほらずっとアイコンみんなこう待機してるじゃないですか、これ、はい、でこうずっと見てて、もちろんあのね、分かる方は分かるんだけど、このニナさんどういう声
初めて聞くなと思って、なんか結構印象違かったの。そうなんですよ、中身これなんですよ、びっくりしますよね。これはまさにギャップ萌えですね、これ。これね、多田さんね、だから、いや、というのは、ね、クラブハウスってやっぱりこうアイコンと音声がセットじゃないですか。はい。で、まあプロフィールの文字もあるんだけど、うんうん、多分ニナさんのインスタだけ見てる人はニナさんの声すら聞けないわけですよ。聞きたくない。そうなんですよ。そうですね。だからめちゃくちゃ完成されたほらインスタね、皆さんご覧になってると思うけど、世界観がここにあって、うん、そうですね、素晴らしいですよね。超かっこいいんだけど、うん、はい、話すとこのなんか可愛らしい声っていうのは結構すごいなと、親しみやすいですよね。ねえ、うん、もっとなんか富永愛みたいな感じかなと思って。おお、な感じから攻めた。もう全然あのクールキャラではないので、それがいいんですよね、なんかだからね。全然普通に普通の人ですよ。なんか皆さんギャップがあるっていうのもすごいなんかいいですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、そこはいいんですよね。だから、うん、まあ、例えば僕とかやったら今ちょっとまだ笑顔のアイコンですけど、たまにもっとシュッと決めてる、うん、ちょっとデザイナーっぽくっていうか、生きったアイコン使う時あるんですよ、うん、でそういう時ってこの人こういう人なんやろなってイメージがあるじゃないですか、なんか、はい、なんかしゃべるんかなこの人みたいなね、うんうん、で実際会うとめっちゃ喋るっていうね、この、うんうん、ギャップっていうのも魅力の一つかなとは思うんです僕。本当そうですね、私もギャップありありって言われることが、うん、ね、だからいいギャップですよねそれね。そう、ありがとうございます、うん、嬉しい、褒められて。いやいや本当にそうですよ、やっぱりそのままが一番いいですからね基本、うんうん、そうか、なんか素晴らしいシェア、皆さんありがとうございます、うん、ありがとうございます、結構なお時間になりましたので。すごいですね、もう2時間経つんですね。すみません。私あのまとめるの結構苦手なんですよ。あ、いいですね。わちゃわちゃっとして終わるというね。いやー、なんだろう、こう、うん、ちょっとあの情報がたくさんあると一瞬あの思考が止まるんです。すみません、皆さんそうです、めちゃくちゃメモしてるんですけども。大丈夫です、もうダラダラとして終わりましょう今日ね。いやー、オートプット難民ですね、なかなかの、はい、いやでも本当に素敵なシェア、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ですね、あのお時間ね、本当に、まあ、命ですから、あの皆さんそのね命の時間をねこのルームに使ってくださって、少しでもね今後のご自身の活動とか活躍とか何かねあのヒントに得られるものがあったら嬉しいなと思っております。多田さんも本当に貴重なお時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。たばちゃんもありがとうございました。あの、かっちゃんビジネスかビジネスさんってビジネスさん、かっちゃんはなんかあの運動しながらアイコンを置いてくださってめちゃくちゃ優しいですね。なんか最初ねシェアしてくださったんですけども、あ、素晴らしい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。はい、ゆうちゃんもねありがとうございます。ありがとうございます、ね、いつも来てくださるんですよね。かずみさんもありがとうございます。素敵なねモノトーンのね世界観をね見せてくださってありがとうございます。ソゲさんね今日夜ね18時30分からね、あの、はい、ブカールさんと、これはどうぞどうぞ告知タイムどうぞ教育についての話ですよね、なんかね。教育についての話をね、頑張らないと。いや、深いよ。いや、これは。リップさん、すげえいい人だから。うん。このお方の話は絶対深いですよ。うん。頑張らない子育てって勝手にタイトルになってるんだけど、これ、全く分かってないですよ。本当にやばい。あの、喋りながら出てきますから。出てくる。うん、なんか。でも、すごく。面白いですね。よく子育ては多分親育てって言うと思うんですけど、僕はあの息子が3歳なので、あの、うん、まあ、いろんなものにやっぱり直面はしていて、うん、で、クラブハウスやってる場合じゃないよねみたいな妻のちょっと白い目を感じたりもこともあれですよ、本当にね、いろんな戦いながら繊細さんで、僕も多田さんやったら僕すげえ繊細さんだと思ってたらそうでもなかったんですよ。あるあるですねそれね。そうそうそう、中くらいだった本当に。自分の期待値を低回るというね。そうそうそう。で
今聞いてくださってる方ね、 HSP って診断いろいろあるんですよね。あの HSP の診断だけすると、私も実はその中ちょっとなんですけど、その HSE 型と HSS 型って外交の繊細さんがいるんですね。それがマックスにめちゃくちゃ高かったんですよ。おー、私は外交に当てはまる可能性があるかもしれないですね。外交の方々は大体スピーカーに上がってますね。あーねあるあるですね。それもね、あるかもですね。お子さん3歳だったら、総外さんも3歳ですよね。そうそうそう、いや結局そうですよ、ね、だからまああのまあ聞き慣れたことかもしれないけど、うん、まあ皆さんもしお時間あれば6時半から、ね、これどのくらいやるんですか。わかんないですよ、これ終わりがいつも私に聞いてどうなんだろうね。誰もわからないという、ね、時間重なっちゃうんですけど、ね、そのねかっちゃんのね、ルーム18時からあるんで、皆さんね、もしよろしければ、コーチングを理想、あ、エマさんの話ですね、コーチングの、ね、エマさんの人生を変えた瞬間っていうのは、今日18時からちょっと重なってますけど、同じ時間であります。あと、ね、若尾さんもあのルームされてる、今日は、ありがとうございました。今日はですね、僕、双葉さんが、金崎さん、金崎はじめさんを呼んでルームやられるんで、僕もその応援にモデレーターで参加することになっています。今日の8時10分からですね。金崎さんがメインでお話しされるって感じ。金崎さんがゲストスピーカーで双葉ルームでやられるんで、僕もその応援で金崎さんと親しくさせてもらってるんで、まあ、ちょっと一緒にルームやらせ、一緒にコラボでルームやってたんですよね、3ヶ月間、うんうんうん、で、まあ、そういうこともあって今日お伺いします。なんかで忙しいな今日夜、はい、いろんなだから一応多分ガッチャンの8時に終わったらそちらに来てください。よかった、はい、それと今度ね木曜日はですね、あ木曜日は金曜日だ、27日の金曜日はですね、朝の鉄人社長のルームで主催する小塚翔吾さんとですね、5時ですかあれは、朝、いや朝の5時のルームをやってらっしゃる小塚翔吾さんと夜8時20時からですね、やっぱりコラボルームでこれ3回目なんですけどね、久しぶりに2人でやるルームがあって、結構ね個性の違う2人がぶつかり合うので結構面白いルームになると思います。もう一度時間お願いします。20… 8月27日金曜日の、はい、20時なんでね、時間かっちゃんのルームが終わった直後に来てくださいお願いします。なるほど、皆さんすごいいろいろされてますね、はい、いろいろ気を使って時間設定しますので、うんうん、お願いします。もうちょっと曽我井さんのね話戻るんですけど、クラブハウスばっかりやってどうとか言って、私子供にママクラブハウスの時間結構続くことあるねって言って、ねママちょっと人気なのよって言うとね、え人気者なのってめちゃくちゃ当たって、人気者ですもん千代さんは本当に。いやいや、なんか自分で言ってるんですけど、いろいろね応援に行ったりね、友達の応援も行くのって言われて、すごいね、なんかそれで、いやいいよもっとやってって言われたんですよ。おー素晴らしい。なんか応援とか友達の応援も行くし、なんか呼ばれることもあるし、なんか勉強になることいっぱいあるよってお伝えしてるんですよね。ものはいいようですね。そう、ものはいいよ、自分の日物そうなんです。まあでもね、なんかね時間ね本当に貴重ですのでね、皆さんね本当今日来ていただいてありがとうございます。なんか他に告知がございますか、皆さんルームとかでも大丈夫そうですかね。うん、なんかね本当にいい番組がたくさんあるので、あちこち忙しいですね。ねえ素晴らしいですよね。ねえ、いやありがとうございました。では夜にもね素晴らしい番組がたくさんありますので、今日はねこの辺でちょっと皆さん休憩してから、また夜第2弾で夜にねエネルギーを蓄えてください。田さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。クラブの話言うのを忘れちゃった自分のはい、HSP のねこのジャパンクラブ10人トイロっていうのをねすごい初期に立ち上げて、今900人ぐらいメンバーでね、すごいっすね。そうなんですよ。でタップしていただいてフォローしていただくと、今後またなんかゲストでお迎えしてルーム立ち上げた時にお知らせがいきますので、よろしければ引き続きねこの
はい、クラブフォローしていただけると嬉しいです。はい、で多田さんもね、あの本当素晴らしいね、あのお話シェアしてくださって、多分いろんなねお話、あのご自身のルームが8時半にあるんですね、水曜日のね。あ、そうですね。はい、なんかあのタップしてフォローしていただいて、オールウェイズにしていただくと、まだ多田さんのねお話いろんなルームであの聞くことができるかなと思いますので、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でね、スピーカーさんに上がってくださってる方、皆さんね本当そのまま素敵な方々が多いですので、ぜひぜひつながっていただけたらなと思います。はい、ということで、あのもうルームまとめられず申し訳ございません。終わり方難しいですよね、これね。ね、やらなきゃいけないところですね。いや、たくさんバランスを大事にね、しますね。バランスを大事に。バランス、そう、バランスなんですね。本当バランスとっても大事です。いろんな人とのお付き合いもそうですし、エネルギーでもそうですし、あの感情のバランスもとっても大事と私は思っておりますので、うん、ありがとうございました。はい、ということで、このルームは、このままあと30秒ぐらい、あの30秒ぐらい終わろうかなと。あの双葉さんね、ありがとうございます。かっちゃんもゆっちゃんもね、かずみさんも総外さん、みなさんね、久保木さん、ありがとうございます。はい、あの聞いてくださってる方々、最初からずっとね、ほんまに聞いてくださってた方、本当皆さん、ね、ありがたいです。ですがね、いらっしゃるからルームが立ち成り立ちますのでね、本当ありがとうございます。はい、ということで、多田さん、じゃあなんか喋ってください、なんか喋ってくださいと最後の最後に持ってきたという気楽に聞いてたんですね。はい、はい、いやいや、ほんまにね、ね、あのクラブハウスのあるルームの田中さんのルームのご縁から千代さんを知りまして、はい、でこっち側の番組にも来ていただいてね、面白い鑑定していただきまして、ありがとうございます。私は、ね、あの自分のあんまり出してないんですけど、そこがもう本当自分のそのブレーキかけてるとこかなと思うんですけど、うんうん、あの生まれ持つね強みであったり、あの対人関係のね、あの生まれ持つ気質によってコミュニケーションがだいぶ癖があるっていうことを、ね、うんうん、いやあれ本当に面白かったんで、もうすぐね、あのアーカイブ YouTube の方にもアーカイブをあげますけれども、ぜひそちらもね聞いていただきたいというね。もう結構有料級のもの喋ってるんでね。はい、あれはどこからギリギリですよね。あれはどっから行けばいいかというと、僕のインスタから、はい、プロフィール行ってもらって、インスタからリットリンクがあるんで、そこにあの YouTube の、はい、YouTube のリンクが貼ってあるんで、そこからね行けると思います。はい、はい、ではぜひ私も有料級な内容を、もうギリギリのところをね、千代さん攻めていただいてるんで。そうですね、まあ、あのもうほぼほぼフルにね、あのそこは来てくださった方にあのお出ししましたので、素晴らしい。あの何の内容なのか気になる方はね、ぜひ聞いてみてください。まあ、主にねご自身の生まれ持つ気質っていうのがあるよっていうことで、子育てであったりパートナーシップであったり上司部下、まあ、その辺のね対人関係をスッキリさせることによってビジネスも加速するっていう。いや、あれはほとんどの人が悩んでると思われるんでね。もう一回多田さんのリットリンクに飛ん で、はい、僕とも使ったんですけど、でこうちょっと背景が 黒い感じで、でインスタグラム、ツイッター、この3つ目の YouTube って呼んでいいんですかね。 YouTube のビジネスとか書いてるやつが多分あると思うんですけど、 YouTube あります、あります、これだ。そっちの方にあのクラブハウスの番組のアーカイブとかがあるんで、よかったら。でもうじき、千代さんがこの前出られたやつがアップされると思う。これは音声のみなんですか。音声を、まあ、背景画像入れて、あと、まあ、簡単にテロップ入れてる感じで、めちゃくちゃ分かりやすいテロップ、見やすくなっております。そっか、もうお話ししますよ、総外さんのルームで言いなられるんでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。言えました。はい、ということで、はい、本当に皆さん貴重なお時間ありがとうございました。ではまた来週ね、あのだいたいまあ火曜日のこの時間に、12時ぐらいにあのルーム立ち上げておりますので、皆さんまた、はい、ご参加お待ちしております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。はい、なんて言ってくださって、またね、
ありがとうございます。ちょっとねルーム終わりますので、また次回ぜひお話ししましょう。ありがとうございます。